どうも、作詞コンサルタントのひろえです。今回はレクチャー4ということで、作曲ができない人のための作詞作曲校その1、こちらの内容をテーマにしてお話ししていきます。それではレクチャー開始です。ということで、その1の1回目のお話は、歌詞の写経をしながらメロディーの音符数を分析してみる、こちらの話をしていきます。ちなみに今回この作詞作曲校ということで、テーマを大テーマを置いてお話ししていきますが、4回に分けてお話ししていきます。なので今回の1回目はまずですね、こちらの話をするんですが、まあ歌詞の写経、これまでの動画で、お話ししていますね。なのであなたはすでに実践をしているはずということでお話をしていきますので、もしまだやっていない、あるいはこの動画をね初めて見たのがきっかけでっていうのであれば、この回の前の動画を見て、内容を確認して歌詞の写経をまずやるということを前提において、このままお話を聞いてください。でまず一つ目、歌詞の写経を一通り行う、これをやった上での話になりますので、歌詞の写経、まずは一回今日の分をやってみてください。でやった後のお話をここからしていきますと、その写経した作品の歌詞をひらがなに、書き直すという作業をしてください。で場合によってはですね、英語の歌詞が、英語のフレーズが含まれている歌詞があるとは思うんですけれども、英語のところは英語のままで構いません。とりあえずひらがなに起こせるところひらがなに起こしてみてください。3つ目ですね、ひらがなに書き直した歌詞の文字数を数えて数字に起こしてみる。でこれ注意点がありまして、歌詞カードの通りに文字間の、余白や行数を真似て区切る部分も区切ると分かりやすい、ここがポイントなんですよ。どういうことかと言いますと、要は歌詞の写経をしているときにそっくりそのまま真似て写経をしてるかとは思うので、行数はここで次の行に行ってとか、文字と文字の間のここの余白開けてとか、そっくりそのまま写経を してると思うんですよ。なのでそのまんまひらがなに残した場合でも、その余白であったり行数もそっくりそのまま真似てください。で、英語の場合なんですけれども、英語の場合はアクセントですね、アクセントのところをカウントして数字に起こしてみてください。例えばラブ、これだったらラのところでアクセントが1つくのみになるのでカウントを1にするとか、アップル、これだとアとプに実際的にアクセントがつくということになるので2にするとか、このような感じですね。これは歌いながら写経をしていると思うので、歌ってみて、あ、ここにアクセントをつければいいのかなというふうにあなた自身で考えながらやってみてもいいと思います。まあ単純に言えばメロディーに起こした時に音符で表記するんだったら、こことここで音符の表記がされるんじゃないかなというイメージを膨らませて、それを数字に起こすという感じですね。なのでそれがよくわからないというのであれば、英語の書かれていない、英語の使われていない作品を写経の題材にして写経をして、でそれをひらがなに起こすというふうにやってみてもいいと思います。まずはですね、この作業を、一通りやってみてください。
ということで、今回の動画の内容は以上になります。今回も、かなり短い内容にはなっていますが、またマインドマップの方を用意しておりますので、欲しい方は詳細を確認した上で、ダウンロードしてください。それでは、今回の動画もあなたの音楽活動に少しでもお役に立てば幸いです。お相手はひろいでした。